な商品の数々。スペースネットショッピングチャンネルのお時間です。さーて本日ご紹介する商品は、スペースエンジニア、イメージブ LCD のご紹介です。スペースエンジニア界の文豪ミニ、LCD といえば皆さんご存知の通り、誰もがまずは設置してみるけど、文字を書いた時点で上下逆さまでいつも付け直す、あの LCD パネルのことです。できることといったら、謎の怪文書を残してみたり、意味不明な標識で人を惑わせたり、背景を真っ白にして素材用のスクショを撮ったりするのが関の山の、老舗の電球もびっくりして若返るほどの低性能、そんな LCD パネルをお手軽簡単に芸術の高みまで引き上げてくれる、それがイメージブ LCD なんです。これを使えばお手持ちの腐った LCD に究極シャレオツなあなたの好きな画像を思うがままに貼り付けられる、素敵なフォントの看板を表示したり、わかりやすい標識を表示したり、かっこいい背景の自画像を表示したりして自己顕示欲も充足。いやー、これを入れてからみんなから注目の的ですよ。あんまり変わってなくない？それでは導入方法です。まずは Steam のワークショップでイメージブ LCD を検索、ダウンロード先が書いてあるからクリックしてダウンロードして回答、よく使うのでデスクトップにフォルダ作っても問題なしよ。回答したら Web でファイルを実行だ。起動したらここのブラウズを押して表示させたい画像を選択、自慢の最高の画像を選んだら RLE エンコードのチェックを外してコンバートボタンを激しくプッシュ。結構時間かかるので瞑想しながら待ちましょう。コンバートが終わると画像となんか変なテキストが出てくるので、コピープークリップボードを激しくプッシュ。あとはスペースエンジニアで好きな LCD パネルを貼り付けて、そのまま Z キーでパブリックタイトルを編集、入力欄をクリックしてコントロールをしながら V キーで貼り付け、なんだか変な文字だけど気にするな。それができたらコンソール画面から今作った LCD パネルを選択、表示内容をテキスト&イメージに変更、フォントサイズを最低の 0.1 にしろ、さらにフォントをモノスペースに変更するのを絶対に忘れてはならない。ここまでできればあとは振り向くだけ。そこにはあなたの手によって超芸術品へ変貌した LCD パネルが存在するだけである。ちなみに画像の色調は LCD パネルの設定に影響を受けまくるので、この辺のフォントの色を全部半分くらいにしておくと狙い通りに画像が反映されるぞ。連続でやるときはオルトキーを押しながらタブキーを押してアプリケーションごと切り替えて作業するとはかどるぞ。切り替えが遅いときはパソコンを買い替えろ。さあ、いかがだったでしょうか。今回もなぜか3分で終わらないといけないので、なんと説明はここまで。ご質問はコメント欄へどうぞ、わかる範囲でお答えします。さらに今回イメージブ LCD を導入いただきますと、なんとチャンネル中堅もチャンネル登録が無料のキャンペーン中。さあ、あなたもこのイメージブ LCD で最高のスペースエンジニアライフを送りましょう。ご視聴ありがとうございました。